星が見えるよ。見えませんよ。室内でございます。今日は空が綺麗だよ。あ、やばいな、これ疲れてるな、これ。ぽいぽん先生、はい、疲れてますね。疲れてません。今日も質問が届いております。ちょっと自己紹介していいかな。自己紹介お願いします。ぽいぽんです。ぽいぽんです。ぽいぽんです。はい、今日も質問答えていこうと思います。はい。一番大変だった治療は何ですか。はい。個性的な患者さんってどんな人がいましたか。はい、この個性的なってのはよく聞くんだけどね。だからまず一番大変だった治療はっていうことですけど、これね、裏を返すと開業医にとって治療が大変だなっていうのを、思ったらあんまり長く、自分で抱えちゃいけないんですよ。なるほど。なんでかっていうと、やっぱり限られてくるんで、医療物資もそうだし、あと入院も当然できないからっていうのと、あとはまあ残念ながら僕の知識がちょっと甘いこともある。それはもう常に医者は謙虚にね、どんなに論文を書いてても、どんなに、たくさん臨床をね、患者さんを見ていても、やっぱり自分がベストじゃないっていうのは心のどっかにないといけないって僕は思って診療してるんですよ。まあ当然そんな僕はほんまにベストな人じゃないから。でもめちゃめちゃ勉強したよ。めちゃめちゃ勉強したし、絶対にこの患者さんを治そう、するために猛勉強したし、たくさん論文も書いてきてるんだけど、だけど絶対にそこはおごっちゃいけないね。なので一番大変だった治療はって言うとね、ズバリ結論、まず、自分が治療したわけじゃないんだけど、セカンドオピニオンできた梅毒で、RPR がめっちゃ途中から上がっちゃう人、薬飲んでもとか、あとは放火試験、これは自分が治療したけど、放火試験の人は、良くなった人もいれば悪くなって、送った人もいます。で、あとは、コンジローマですね。これがもう自分の手に負えなくてどんどん広がっていってしまった、あるいは増えていってしまった、増殖していってしまった、この3つか、今すぐ考えられるのは。で、最初の、梅毒上がっていっちゃった人、はいはい、そうだね、梅毒で RPR がすごく上がっちゃうんですけどっていうセカンドオピニオンをいただいたんだけど、まあ、ある、開業のクリニックで治療してたんだけど、全然うまく下がんなくて上がっていっちゃった。で、その理由っていうのはまあいくつかあるかなって僕は思うんだけど、まずはまあ HIV がもしかしてかかってないかっていうことが一つと、まあ、あとは神経梅毒、脳脊髄の方に発展していってないかなっていうところ、まあ、他に症状もなかったんだけど、まあ、だから積極的に疑うわけではないんだけど、ちょっとこれは髄液検査とかちょっと大きいところでやった方がいいよっていうアドバイスをしました。だから開業の先生がやってるやつと全く同じだから、ポイポンの治療と、だからうちでやっても同じだよっていう説明をして、行くんであれば開業の先生からやっぱり障害状書いてもらった方がいいよって、かかりつけの先生からね。僕はまあセカオピなんで、僕から書いちゃうと元々の先生がなんだそれってなっちゃうんで、そういうアドバイスをしたっていうのが一つで、もう一つはね、2個目ね、放火試験、はい、これはね、結構なぜか分かんないんだけど、梅毒の陰部潰瘍とかから、放火試験になるパターンとか、あとは毛嚢炎って言ってちょっとニキビみたいなのが陰部にできちゃって、そこで放火試験になっちゃう。あとは、あれなんていうの、ど忘れしちゃった、腫れちゃうやつ、例えば淋病とかで、ど忘れしちゃった、バルトリン腺、ごめん、淋病とかでバルトリン腺が脳溶化しちゃって腫れちゃって、それで全体が放火試験になっちゃったとか、そういうのを経験したんだけど、放火試験の人っていうのは、まあ、点滴を連日やっていくっていうのが基本なんで、で一応通院でもまあできるんですよ。もう高齢者だったらまず入院です、ね、だから若い人たちが来るので通院でなんとか食い止める、ね、毎日のように点滴をしていくとかやって、良くなった人もいるけど、もうそれでさらに悪化しちゃったっていう人はもうすぐ送ってます。あんま抱えちゃダメ、これも。なんでかっていうと、さらに、炎症ひどくなって、ガスエソとかね、フルニエソとか、もっともっとひどい感染症になってしまったら、もうほんと目も当てられない。腐っていっちゃう。だから、そうなる前に、早めの段階で、この薬が効いてないんだなって分かったら、うちで最大の薬っていうのが、点滴抗生剤なので、それを連日投与しても全然効かないなって思ったら、さっさと送っちゃった方がいい。全身見れるとこ行ってもらった方がいい。そういうのがあります。なるほど、うん、あとはね、最後コンジローマ、コンジローマに関してはやっぱし治療法が効くものもあれば効かないものもあって、うちがまあ当然全ての治療法を網羅していないので、うちでできないオペとかレーザーとか電子メスで焼くの方が良かったりだとか、あとはそもそも悪性がたまにあったりするんですね。それもまあ論文とか学会では発表されているの で、うちはちょっと生検っていうのはできないんで、もしちょっと治療長引いちゃったりとか、ちょっとこれはおかしいなっていう時は早めに送ってます。でそれで送ってさ、別にただのコンジローマだったとか他の治療でうまくいったっていうのはただ全然いいわけ。悪性というのはガンってこと、ガンっていうこと分かんないでしょ、そんなの。そうです、ね、目で見てただけじゃさ、顕微鏡で見てもらわないとっていうのがあるので、そういう出来物系の時は送ってます。そんなところかな。だからこれすごくいい質問で、どっちかっていうとこう患者さんよりも多分ドクターにいいかもしれないかな。開業目指してるドクターとかにどの程度まで行ったら送った方がいいですかっていう質問だったらね、
すごくいいと思う。だから大変だった治療っていうのはイコールもううちで抱えきっちゃいけなくてさっさと送っちゃう、大きいところにね。それはもう躊躇しちゃダメ。出血もそう、うちは出血で止血ができないので、あのもし出血ひどくなっちゃったらさっさと送っちゃった方がいい。そうしないと患者さんが不利益になっちゃう、ね、抱え込んじゃダメっていう、ちょっとそういう開業医の厳しさがあるかな。ただいま銀座ひかりクリニックでは受付スタッフ、動画編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で働いてみませんか。あとは個性的な患者さんどんな人いましたかですけど、今すぐ浮かぶ人います？性的なんかね、というか若いんだけどすごいフレンドリーな患者さん結構いて、めっちゃポイポンにタメ語になるのよ。ポイポン、このポイポンだったらタメ語いけると思うけど、普段の普通の、あの坊主の僕に結構怖いと思うんですよ。坊主のおじさんに、あの先生なんてだねー先生今日もあの9歳出ねーとか結構ね、フレンドリー。意外と皆さんそうですよね。意外とみんなガラガラって先生久しぶりから特にまあね、まあ、先生も、うん、まああの久しぶりみたいだけど、おお目がして、絶対おお久しぶりみたいな感じで元気してたみたいな感じ、おおって言う前に、まあ、カルテで見てんだけど、なってたら見てるんだけど一応リアクション出せない、おおどうしたーみたいなね学校の先生みたいなリアクション取っちゃったりして元気みたいな、まあ、元気じゃねえから来てたけどそうね、まあやっぱりよく来てくれることは仲良くなる。そうですね、元気になりますね。そうです、女子も男子もいるんですよ。やっぱかかりやすい子とか、あと定期検査で来る人とか、あとはまあ男子 ED 薬とかもそうだし、あとはそうね、男子もやっぱあのリンクラかかりやすい人もいるんだよね。だからそういう人とかよく来てくれるから、お元気どうしたの大丈夫楽しいよ。あとよく、まあ、日本語がすごい反応な、はい、よく喋る外国の方、あいるよね、いるいるいる、そうそうそう、すごい話して、日本語ベラベラです、ベラベラでよく会いに行く何人もいるやっぱり開業は楽しいね、そういうの、そうですね、僕に会いに来てくれるんで、ね、人気ですね。そのあたり今結構個性的かなそうですね、ね、だまあこんなところかな。後半ね、個性的な患者さんどんな人って、まあ、非常にフレンドリー、はい、先生元気って言う人先生も元気そんな元気じゃないけど僕はありがとう、はいおじさんやんか、大丈夫ですか、はい、はい、バイバイポイポーンバイバイポイポーンバイバイポイポーン、僕が一番個性的、はい、私 Twitter の DM とかでコメントしてもらったら何でも答えますよってなってます。なのでどんどんコメントください。 YouTube でもインスタでも TikTok でも何でもいいです。というわけでいってらっしゃい。